チーす。和歌山県新宮市出身、ハロプロ大好き芸人わがままボディタッチでーす。はい、今回も始まりました。地元の方言教えちゃう、多分24。どうぞよー、ダッチチャンネル始まるよ。はい、今回も始まりました。変わった髪型してるよね、なんかね。あのね、寝癖です。普段こんな髪型しないもん。寝癖で配信するってどんな度胸してねって感じなんですけど、ですね、あの今回ご紹介する地元の方言はこちら、チート。はい、チートっておそらく関西エリアに住んでると分かると思うんですけれども、まあ、関東とか、まあ、北海道とか沖縄とかならもしかしたらどういう意味やろうってなるかもしれないんですけれども、チートっていうのはこういう感じで使われるんですけど、チートだけでいいからくれへんかみたいな感じで、チートイコール少しっていう意味でございます。はい、いやなんかね、まあ、吉本新喜劇とかでも使われてたりするから関西エリアではよく使われる言葉だと思います。チート、確かに使ってたなーって。自分弟がいるんですけれども、まあその一緒にね、おやつとかご飯とか食べてたとしても、もうちょっと欲しいなーってなるじゃないですか。 なるんですよ。でその時に、あの悪いけどチートくれへんみたいな感じでよくねだってたような記憶がございます。その時に扱ってたんだなーっていうことを学びました。なのでチート使ってみてください。で今回ね、ご紹介する新宮市、今回は新宮市です。今回もか新宮市なんですけれども、中野町商店街を、あの端から端まで歩いてみました。で、まあ、平日の、平日じゃないな、あれ休日だったね。休日ってこともあったので、あのあまり人通りはなかったんですけれども、懐かしいなと思って歩いてきました。ところどころね、このモザイクとかスタンプとかがついてると思いますが、ぜひ楽しんでみてください。
カバだったでしょうか。はい、あのね、何回か帰省した時に中野町商店街って歩いているんですよ。何回かは歩いてるんですけど、今思ったらなんか端から端まで動画を撮るってことはなかったなっていう、なんかこう持ちながらこう歩いてるんですよ。はい、まあありがたいことに人が少なかったので変な目で見られるってことはなかったんですけど、地元なのに今までやったことのない体験をやったのですごい楽しかったです。はい、中野町商店街は昔からある商店街で、アーケード屋根がついてるタイプの商店街になっているので、雨でも普通に買い物ができるよって、そこのエリアなら傘ささなくても大丈夫ですよっていうエリアなんですけれども、やっぱりこう過疎化が進んでいたりだとか、まあ大型チェーン店が新宮にも結構たくさんやってきてますので、ちょっと追いやられてる感が自分の中ではちょっとあるんですけれども、まあ、地元ならではの商店街なので、もっともっと活発化してほしいなっていう気持ちがあって、オープニングの段階でこう入り口っていうか写真があったと思うんですけれども、日焼けしちゃって真っ白になっちゃってるんですよね、入り口のこの上のあれが。なのでもっと有名になって稼げれるようになったら、そこの看板を、はい、私が出したいと思いましたけど、今は出せないです、お金ないので。なのでそこまで誰かがもし寄付されたら終わっちゃうんですけど、新宮市をね、立ち上げようなんだ、活発化させようっていう気持ちが自分の中ではあるので、中野町商店街のこの入り口の看板を将来私が寄付して新しくしたいなと考えております。はい、僕なんですか、そんなことは発言させていいんですかっていう、できれば有言実行したいんですけど、できるのかな、全然無名だからね。なので頑張って、お仕事頑張って、和歌山県新宮市に貢献できるように頑張りますので、応援の方よろしくお願いいたします。また次回も見てくださいね。ラッチ、ご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録お願いいたします。 SNS のフォローもよろしくね。ラッチ。